こんにちは。今回は日銀による国債買い取りで、ハイパーインフレに至るという説を解説したいと思います。アベノミクスで、日銀は約400兆円の国債を民間銀行から買い上げしました。その購入代金として、銀行の準備預金を増やしました。準備預金は、銀行が融資するときの担保となり、準備預金が増えるほど、 多くののお金金をを融資できるので、きる利利下げても、十分な利益が見込めます。アベノミクスの狙いは融資を行いやすくし金回りを良くすることで景気を活性化することでしたアベノミクスの結果以下のようなことが起きるという経済学者がいます1日銀が債務超過で破綻する2国債買い取りのため作ったお金が市場に流入して ハイパーインフレに至る。これらが本当か検証していきたいと思います。一般的な債務超過で破綻というのは、借りたお金を返せず、借用書を持った借金取りに追いかけられる、というイメージではないでしょうかしかし、日銀は、誰からお金を借りているのでしょうかまず、国債発行時のお金の流れを説明します。国債購入に使うお金は、 各銀行が日銀に持っている日銀当座預金で日銀が作ったお金です。1銀行が政府から国債を日銀当座預金で購入。2政府は仕事を請け負う企業に大金分の額が書かれた政府小切手を渡す。3企業は政府小切手を銀行に持っていく企業の口座に代金が振り込まれる。4 銀行は日銀に政府小切手を渡す。日銀がその銀行の日銀当座預金を増やす。5。企業は大金を社員に給料として分配、世に出回るお金が増える。国債発行時はお金のデータが複雑に行き来するのですが、結局、日銀がお金を作っているのです。政府と民間の資産と借金を整理した図です。 政府と日銀を一体としたのが、統合政府の資産です。政府の負債の裏に、民間の資産があります。政府の赤字は、民間の黒字です。国債は、日銀がお金を作って買い取っています。この過程で、銀行が持っている国債が、準備預金に置き換わります。準備預金は、現金が必要な時、日銀から引き出せるものです。 つまりお金そのものです。お金の正体は、日銀の債務なのです。現金は、確かに日銀の債務ですが、日銀の窓口で現金を突きつけて、お金を返してくれ、という人はいないでしょう。故に債務超過で、日銀が破綻するということは、ありえないのです。政府、権力者の赤字が、お金であるとも言えます。次に、 国債買取によるハイパーインフレについて解説します。2012から17年で350兆円もの国債が日銀に買われました。このお金が市場に流入してハイパーインフレが起きるのではと言われましたがインフレ率は1%にすら達しませんでした。国債買取で銀行の準備預金が増えていきます。 日銀当座預金は日銀がいくらでも増やせるお金ですが政府と金融機関しかアクセスできませんつまりこのお金は私たち国民は使えないお金です銀行にお金を借りる人がいないと銀行からお金が世の中に出ていかないのです消費増税のため民間消費は減少してしまいましたそれに応じて 企業の国内投資も低下していきます。誰かが銀行からお金を借りて国内で投資しないとお金は出回らないのです。イメージとしては銀行にお金が溜まり続けているだけというのがアベノミクスの実情です。まとめ1です。日銀は債務超過で破綻するかその債務はお金そのものです。万札を日銀の窓口に持ってきて 1>, 1万円の返金を命令する人はいません。通貨の創造者である日銀が債務超過で破綻する確率は限りなく低いでしょう。まとめ2です。お金の世界は日銀当座預金と市中経済で違います。アベノミクスで増加したのは日銀当座預金の世界での準備預金です。銀行にお金を借りる人が増えないと市中のお金は増えません。 参考文献などです。他の関連動画へのリンクは概要欄に貼っています。もし間違いがあれば、指摘コメント歓迎です。今後も動画作成を頑張っていきたいと思っていますので、面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。